はい、こんにちは、じいちゃんあ、そういうオープニングの入りないやじいちゃんです。はい、今日は、どこやったっけ、滋賀、滋賀県の鶴屋パンっていうお店にね、寄ってきました。まあ、心霊スポットの途中でちょっと観光を観光してみました。下見がてら観光もね。はい、兼ねてやってきたんですけど、何だっけ、鶴屋パンって。何だって鶴屋パンの、一押しのサラダパン。サラダパン、そう。お見せしますね、サラダパン。これ。コンビニで売ってそうなパッケで。そうそうそう、すごい安っぽい袋に入ったこの。これが結構なんか、何だっけ人気商品っていうか。そうそう。15位の中。の中の14位、ああ滋賀県の ランキングね、ランキングで14位、ブービー賞やめなさいそうやね、サラダパン、なんとね、これね、原材料に小麦、次が何だと思いますか。食べてから言え、食べてから言えさあ小麦の月に何が入れるか、何が入ってると思いますか皆さん。ほにゃららほにゃららの月がマヨネーズ。まあでもパンにマヨネーズ自体は普通だろ、サラダやで、ね、じゃあね、むい君と二人でね、ちょっとね半分ずっこしてみたいと思います。綺麗に割れる、割れねえな。はい、わーい、はい、中身はね、中身こんな風、何も見えん、真っ白まあこんな感じ、上手、見えるかな、上手な食レポしなさいよではね、食べてみますいただきます。うんあの、皆さん申し上げます、マヨネーズの中に甘いたくあんが入ってます。うん、そうですね、うん、あの黄色いたくあんああ、ほんとだ、もう、僕らの中の僕らの中のサラダって言ったらもう、ハムとかああ、キャベツとか、ああいうなんかそうたくあんでした。じゃあ、改めてサラダパンの説明をすると、いきなり不思議な名前のサラダパン、実は長年地元の人たちに愛されている人気商品です。人気商品です。14位、14位、ハイカラ好きだったおばあちゃんがパンとマヨネーズに合う具を探してたどり着いたのが地元のたくあん。実は行列もできるご当地グルメです。キャベツでもよかったじゃん要はパンとマヨネーズですよ本当にこのハイカラなおばあちゃんはたくあんやって思ったんですよハイカラですねってハイカラやわまずくはねえんだよな。うん、あのなんかなんじゃこれっていうほどなんか外してはないんだ、うん、そのただうーんっていうなんかそのなんかすげえ人気商品って言ってストレートっていうよりは波を描いてるようななんかそのニアピン感がすごいなんか、なんやろ、ご飯でええやん、マヨネーズたくあんのご飯で人気商品って言うけど、俺これ毎日買うかって言われたら首かしげるな。俺もな、これ給食に出てきたらもう5ヶ月に1回でもいいと思うけどなあ、でも学校の給食に出てきそう、たくあん、まあたくあんとマヨネーズはもうちょっとマスタードの味が欲しいとか、なんかもうちょっと贅沢言うとな、もうちょっと噛めば噛むほどめちゃくちゃ甘いし、
食べづらい、柔らかくてコリコリが邪魔してまずくはない。ハイカラや。面白い。まあレアなご当地パンとしてね、いいんじゃないかな。ランチパック。違う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 。あ、そう、ランチパンです、これ。ランチパン見えるかな、皆さん。ランチパン、まあ、要はね、揚げてます、うん、揚げパンですね、うん、揚げパン。鶴屋のランチパン、テレレレテレー。これもムイ君と半分っこしてみますでも別にサラダパン、これ一人一個でよかった気もするけどな。そんなまずいってまずいことじゃねえもん。これがあるのに。はい君にオイコあげよう。わーい。中はじゃん、魚肉ソーセージ。あ、これ美味しそう。懐かしいって感じ。へえ、そう懐かしさ俺もわかる。めちゃくちゃ懐かしいこれ。うん、懐かしい。ああなるほどね。あの、うん、あの、なんて言うんだろう、子供の頃食べたパンっていう、なんかまさしく本当に。あ、これ子供好きだわ。うん、サラダパンより好き俺。懐かしい味がする、懐かしい味がする。おー、うん、これ美味しいな。美味しい。美味しくない？なんかこれ、なんかパンがすごい甘く感じ。本当にね、懐かしいパンなのよ。まあ、口に物入ってる時点でさ、意見を求めないで。僕50なんですけど、その若い頃に、高校時代に学食で買ったようなパン、うん、高校時代にサラダパンとか、その揚げパンとか、懐かしいパンの味がする。そうね、あのなんかコンビニではなかなか売ってない味ですよね、うん、そうそうそう、とてつもなーく脂っこくてコンビニとかで買うあのカレーパンとか、うんうんうん、揚げたパン、うん、って結構ベトッとしてないじゃん。ああはいはい、もうこれはもう本当に昔揚げたような、おばあちゃんが揚げてくれたようなパンすげえ懐かしい。伝わるんですかこれは。わかんねえまずくないですよ本当に。もしね、本当こっちの方寄ったら、うん、これはありだね普通に。そう、ソーセージランチパン、これ美味しいっす。俺テンション上がる、うん、小学校の頃にこれなんか机の上にポンとあったらやったってなるもん。嬉しい。家で帰ってきておやつの代わりにこれが入ってたら、ま、テンション上がるな俺、うん、あーでもなんか食べてわかるけど、あ、こういう味なんか思い出したわってなる。そうそうそう、なんか昭和の味って感じ俺昭和人間でもないけど、たくあんの方はもう大正の味こぞって買うようなもんでもないなと思ったけどなみんな買ってってんだよ、ね、でも6本7本で買ってった方がいいのかな、お土産として娘には。サラダパン、たくあんとマヨネーズはもう新しい発想だよねそうね、見ないもんね、そういうなんか、うん、よそでは。おあの細かくよりももうちょっと長めとか平べったく切って食った方がまだよくね。どうなんだろう、何年前のおばあちゃんが考えたんやろな
ハイカラなおばあちゃんが考えた、これをサラダって言うんやで、すげえな。ハイカラだわ。ハイカラだぜこれ本当に。するやすげえ、やるじゃん、やるじゃん、やるじゃん。また買ってくる。兄弟に持ってたれ。テレレレテレン、サンドイッチ。何今のため立ち顔は。これは魚肉とか好きだね。あ、またまたで。何言わすんだ、ま、ん魚肉系、うん、安い系に入るね。まあパンのお値段自体だいぶ安かったからね。安かったからな。はい、はい、おう、あ、パンが柔らかい。パンがすげえ柔らけー。長熟より柔らかいぞ。テレレレテレー、中はハムとマヨネーズだけです。本当になんか学生さん向けってか、お金ない学生さん向けなレシピだな。ん、ハムとパンとマヨネーズを家で作ったって感じ。小腹が空いてなんつって、あ、パンあるやん、ハムあるやん、マヨネーズあるやん、じゃあつけて食おうっていう。でもこのパンの柔らかさは感心するぞ、これ、うん。マジで柔らかい。この耳はしっかりしてて、中ふわふわ。そう、なんか綿より柔らかいもんだって、うん、すげえ。あの普通の食パンとかであるようなあんな感じじゃない。魚肉ハムうまい。普通のあの豚のハムよりも口の中ですげえ香る。何を変なところを再確認して。この魚肉のハムって懐かしいな。もうシンプルイズベスト。あ、でもうまいな、これ。シンプルイズベストのパンにめっ、これうまいわ。うまくね。薄いハムなんだけど口の中にすごい主張してくるの、魚肉ハムが、うん、ちゃんと味あるもんね。マヨネーズ入っとるから消されるかなって思ったけど、うん、全然消されないし、パンがうまい。このパンは食べる価値あるな、単純に、うん、あの丸いパン買ってこんのかんかったかな。あー、ありかもしれん。いや、これを見ていただける視聴者さん、絶対買いに来んて、あなたが言うようにね。このサンドイッチうまい。このサンドイッチは、ハムと、何やったん？ハム、このハムがあって、あと、何かあったね、カツか。ハムカツか。あー、並んでた商品ね。うん。なんか3種類ぐらいあるんですよ、このサンドイッチが。で、このさっき食べたランチパン、ランチパンは今食べた魚肉とジャムとマーガリンね。うん、うん、よう覚えてますな。ジャムマーガリンですよ。あとはジャム、プチプチジャムっていう。うん、うん、なんか本当に美味しい。 サンドイッチ食べてほしい。あのパン屋に買いに行く意味が分かるね。なんかこのパンうまいわ、うん。なんかパン買いに行くコンビニでいいじゃんって思っとったけど、うん、パン屋で買う理由これかっていうのが初めて分かった。なんかそこら辺の有名なパン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 買っとるけどさ、うん。ここ美味しい。問題は駐車場ですな、うん、ちょっと歩かないといけない。2、3分歩かんなんですよ。まあ間に立派な神社があって、あのね、すごい古い神社があるんですよ、うん、あのマジで見る価値あるいい神社があるから。見る価値あります。本当にここの長浜やったっけ。そう、長浜の滋賀県長浜にあるんですよ。どの辺だったかな、まあ、後で載せましょう。うん、本当に来て神社の中でパンが食べられるならば歴史とともに食べれます。
なんか食べながらって罰当たりな気がせんでもないけど、おすすめサンドイッチ、うん、次 に, あの本当に、ね、サラダパン食べてみてくださいたくあんとマヨネーズ、まあ、サラダパンはよそでは食べれないから、そういうなんか記念的な意味でもね、食べてみたらいいし。でもさっき買ってた人はたくさん買ってたんだよな6本ぐらい買ってたよなあれ、やっぱ人気商品なんだろうな。もらって嬉しくなるんかなあれ。いや俺やべえサンドイッチが好きになっちゃったね。なんかあーいいもの見つけたね、これは。なんかもうちょっとパン厚い方がいいな値段高くなってもいいから。あれ家でやろうか。いやそこはなんかあのそこはなんかあの貧乏学生さん向けにもっとあのままで安くてなんか足りんやろ。それはもっと別のもの買いなさいよって。そう安くて美味しい。うん、うまい。あの、うん、100いくらで買ったけど正直それ、うん、100いくらでも安いって思う、うん、思った。これじゃない、サラダパンとサンドイッチ同額ですと。高っランチパンが魚肉ソーセージが入ったやつが、150円、サンドイッチがあの薄っぺらいのが2枚入ってて145円、サラダパンがあのたくあんのやつが145円、お会計440円になりますでも下手な320円のコンビニのサンドイッチ買うよりかは、ああ絶対こっちの方がいい、絶対いいもうあれに320円払うならもう120円出していい。そうね、こっちのパン屋の方が段違いでうまい、うん、うまいうまいびっくりした、ちょっと舐めた俺よかった、本当によかった。あのたくあんって俺どうなるんかなって思ったもん。そうね、食べる順番間違えた感もあるね、うん、最初にあのディスるわけじゃないけど、そうそうそう、最初に食べた時にここのパン屋の味は全体的に大丈夫だとかっていう不安に駆られました。駆られた、違う、あの物的に異端すぎるっていうのもあるんだけどあのね、たくあんとマヨネーズっていうイメージがなかったもんな、もうそうね、せめて塩なり醤油なり買って、うん、かけて食っときって思うもん、たくあんなら。それを衝撃、うん、パンはうめえんだけどたくあんとマヨネーズがすっごいすごいな。おばあちゃんの考えることすげえわ。おばあちゃんはすげえ。どこにビビッときたのやらおー、マヨネーズ見てうちここら辺はたくあんが有名じゃーってたくあんにするんやで。かといってここら辺たくあん売ってねえんですよさっきの道の駅どうだっけ、たくあん売ってなかったっけ。売ってねえでも、サンドイッチうめえ。サンドイッチはうまい。肉ハムのソーセージ、サンドイッチマジうめえ感動してるな多分あれ、山崎の長熟でやっても美味しくねえだろうな。だって長熟よりも柔らかいもん、さらに時間経ってる割には柔らけえもんなあれ絶対あの長いもん買って包丁で切れんだろうな、あんな綺麗に。つべん全部つぶれない。あー確かに、なんかあれ、あれでハンバーガー作りてえよなパン買ってくる、もう一回。絶対安いハム入れてマヨネーズかけて絶対ごちそうに見えるぞ、あのパンだと。そうね、実はいいもの使ってるんじゃってなっちゃうよ、なんかあのパンだけで。2枚入れて今あれだもんな、145円やもんな。うん、技術量入ってないんじゃないかって思うぐらい安いから。そう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 75円だもんな。あれ500円って言われたら高えけど、まあこのうまさならわかるかって思うくらいだけど、そうそうそう、145円安ってなる、うん、そこら辺のサンドイッチ買ったとしても2つ入っとっても200円するやん。うん、まあ200円150円。いや本当に皆さん、滋賀県来て長浜へ来てわざわざこのためだけに来たからね。うん、このために僕らもあの心霊スポットを置いといてこっちに来たんですよこれでちょっとさ、さっきの道の駅ですっげーイライラしてたのに吹っ飛んだね。そうね、よかった、ほんとよかった。もうこれで全部こけたら、見つかって全部こけた時
俺もう次の心霊スポットまで黙ってようって思ったもん。ダメだこれはって。うまい。魚肉のあのランチパンめっちゃうめえな。もうちょっと贅沢言うと中にマヨネーズ入れてようと思いたいぐらいやな。自前で買ってくればいいじゃない。やっぱそっか。うめえ。パンはどうしてもならんけど、ハムなりその中に入れるものがあったら買い足せるぞ。なんかあるやんコンビニでさ、ソーセージがフランクフルトじゃない、ソーセージパンとか。 あの長いソーセージパンね、うん、あれよりかも主張するぞ魚肉。魚肉って満足感があるよね、あの香りに。なんだろう、なんか魚肉ならではのいいところがあるんでしょうな、うん、きっと。魚肉最高。日水の魚肉ソーセージで俺も家帰って作ろうかな。いい感じのものできたら報告してね。まあ鶴屋に来よう、こういうのもありますけどちってマジもらう気か。では皆さん本当に滋賀県長浜に来たら寄ってください。ここはおすすめだよ。おすすめ。うん。